きまして、野党共闘の実現に向けて努力を重ね、民進党とともに選挙区の立候補を取り下げて野党統一候補の実現に頑張ってこられた共産党の坂口さんからご挨拶をいただきます。お願いします。どうも皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました、この参議院選挙、政党名で投票する比例候補として立候補いたしました日本共産党の坂口民子でございます。今全国が一つになって安倍政治を許さないという共同の輪が大きく広がっています。皆さんもご存知の通り、選挙区では全国32の1人区すべてで野党統一候補が実現いたしました。私もこの和歌山で野党共闘を求める声が大きくなる中で選挙区候補を降り比例代表へと移りましたが、この和歌山から市民の代表として野党統一候補として由良隆信さんが立ち上がってくれたことで、本当に多くの方が立場の違いを超え、みんなの力で政治を変えようと立ち上がっています。皆さん、政治を変えるチャンスです。ご一緒に安倍政権に代わる新しい政治作ってまいりましょう。私たち日本共産党も由良隆信さんとともに頑張ってまいります。私は17年看護師として働いてまいりました。命を守る仕事をしてきた看護師として、子供を育てる一人の母親として、日本を戦争する国へと突き進ませる安倍政権は絶対に許せません。昨年9月の強行された安保法制は、国民の命を危険にさらす憲法違反の戦争法です。絶対に廃止させなければいけません。この戦争法廃止の署名は今大きく広がって、もう1200万人を超しました。もう二度と戦争してはいけないと震える手で署名をしてくれたおじいさん、おばあさん、誰の子供も殺させないと家事や仕事の合間を縫ってアピール行動をし続けてきたお母さんたち、本当に多くの方が去年の夏から憲法を守れ、平和を守れと勇気を振り絞って街頭に立って叫び続けてきました。皆さん、いよいよ参議院選挙です。日本を戦争する国へと突き進ませる安倍政権に力いっぱい脳の審判を下しましょう。私は参議院予定候補として和歌山県中回ってたくさんの方の話を聞いてきました。私が本当に辛くて何とかしなければと思ったことの一つに、若者が今自分の将来に希望が持てないということが大きく広がっていることです。毎日毎日サービス残業、朝から晩まで働いてもギリギリの生活しかできない、小さな子供を抱えて2つも3つも仕事を重ねなければ生活自体がやってられない、残業続きで最近は子供の寝顔しか見れていない、家族揃って夕食を囲むこともできない、こんな社会他の国から見たら異常です。こんな異常な社会作っているのは今の自公政権です。低賃金不安定雇用を増やしてきた労働法制そのものを見直して、誰もが希望を持って働いて誰もが人間らしく暮らせる、そんな雇用のルールとか作っていかなければいけないというふうに思います。皆さん、こんな政治ご一緒に変えてまいりましょう。政治は必ず変えられます。変える力は一人一人の声、そして選挙に投じる一票です。この野党統一候補として
立ち上がってくれた由良隆信さんとともに、日本国憲法のもと一人一人が大切にされる、そんな社会作ってまいりましょう。私たち日本共産党も由良さんとともに頑張ってまいります。皆さんともに頑張りましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。続きまして、由良さんと同じ、御坊の出身で前回の県議選を民主党候補として戦われました斉藤さんからご挨拶をいただきます。お願いします。皆さんこんばんは。